11月4日月曜日午前10時から大久保商店街にて商店街主催の仮装祭りが開催されました。ハロウィンを意識した初めての試みとのことでしたが開始から多様な衣装をまとったそれぞれの役割の方や来場者が商店街の一角を彩りました。 そして周辺の地域で小規模ながらも家族的なお店を営む地元生まれやゆかりの深い経営者が多様なブースを開いており活力を感じましたこの様子は YouTube でライブ配信も行われ時代に合わせた取り組みが斬新でした参加された皆さん運営に携わった皆さんお疲れ様でした